おはようございます。ギバチャンネルケンジです。今日も朝練やっていきます。もう今年の目標オーリーなんで、オーリーしっかりやっていこうと思います。昨日が70センチ7回ぐらいで飛べたのかな。なかなか時間かかっちゃったんで、今日は少しでも少ない回数で飛べるように頑張ります。やるかわかんないんですけどね。今日はね、もうちっちゃいミニフラットバンクがあるんで、簡単なフリップとかノーリーブラインドサイドフリップとかね、ちょこっとねやったりもねしてみようと思いますんで、最後までお付き合いお願いします。そしてまさかのね、スポットついて早々お腹が痛いかな、頑張れるかな、1時間頑張ります。じゃあ最後まで見てくださいね。そしてチャンネル登録もお願いします。頑張ります。はい、アップ終わったかな。まあ全然終わってないですね。マニュアルとねノーリーとかフェイキオーリーちょこっとして軽く弾いたんで、あれを飛んでいこうと思います。で多分10回ぐらい飛んで、ちょっとね血液を回したら見えるかな、あっちにあるフラットバンク短いやつで、まあノーリーのブラインドサイドフリップ決めようと思います。難易度的にはね一発メイクしてもいいんですけどね、体寝てるとねやっぱ難しいですね。頑張ります。多分ね最後のオーリーが感覚的には良かったかな。ちゃんと引き踏みできて、まあ、重心もあんまり後ろにならなかったんじゃないかなと思います。少しずつねほんと修正してハイオーリーできるように頑張っていこうと思います。じゃあねフラットバンクやっていこうと思います。まあ、まず軽く回さないでちょっとやって回し調整します。じゃあですね、ノーリーのブラインドサイドフリップやって、その後キックフリップやって、バックサイドフリップやって、おまけトリックできたらやってみようと思います。フリップの方がね多分簡単なんだけど、フリップ一回も回してないで突っ込んだ時にプリもしたら痛いんで、まずはねノーリーからいきます。一発メイクしたいけどね、3回以内に決めたい。よし、一発目ね微妙だったんですけど、二発目がね良かったんで、それを採用しようと思います。英語だったらね I take it とか言うんですけど、 take it でね、撮影中とかにどうって確認して、俺はこれでいいよ、これがいいよって言う時は I take it、 そんな風に使いますね。使っていきましょうじゃあ次フリップですね。プリもしてこけないように願ってます。斜めに入ってね、斜めにアウトするねフリップ昔よくやってたんでやったんですけど、コントロールが下手ですね。すげえ曲がっちゃう。もう2、3回やってみます。微妙ですけど、はい、テイケ。じゃあバックサイドフリップだ。今のはよしでしょう。テイキットですね。もう完全に良かった。やっぱりコツはあれですよ。気になる人はねコメントくださいじゃあ最後できたらラッキートリックで5、6回やってみようかな。
本当にねうまくいかない。よし、本当にラストって言いたいけど、ラストを3回で決めたいと思います。ダメですねよし、フラットで 1,2 回やってみてオーリーしようかな。フラットで決めたいな、せめて。今のでね、ちょっと思い出したかな、スタンス間違ってた気がする。よし、泣きの1回。やっぱりね、さっきの採用です。もうちょっと熱くなったらね、フラミンゴをね、ハーフパンツでお見舞いしますよくそー、悔しい。じゃあオーリーやっていく前にちょっとフリップ、今日はスタンス変えてみたら意外といいんで、軽く説明して何回か実践してみます。ですね、まずですね、いつも自分のスタンスはこんな感じですね。あんまりオーリーと変わんない感じでやってるんですけど、でそれで前に抜くとやっぱり大きく乗せてるせいで後ろに抜いちゃうんで、それを前気味にやると高さとかいい時はいいんですけど、問題はやっぱり回転不足が生まれるってことなんで、スタンスをちょっと変えてみました。こんな感じですね。これぐらいからこれぐらい、ほんの数センチね、端っこにやるだけで斜め後ろに抜いてたフリップが前に抜きやすくなったんで、ただあんまり好きじゃないんですよね、端っこに置くの。でもね、こっちの方が前に抜きやすいなっていうのは感じるんで、今のスタンスで何度かやってみます。なかなかいいですよね。ちょっと横のアングルにしてみます。やっぱりね、一発目で見てわかるように端っこに置いて今まで通り後ろに抜いちゃうと結構空振りしちゃうんで、それがあってね、自分苦手なイメージあるんですけど、修正してちょっと端っこから前に抜くっていう風にするとテールが上がってきてノーズも下がるんでいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、正面アングルで 1,2 回やってみます。どうかな、多分ね、無意識にやってね、後ろに抜いたらやっぱりダメなんですけど、意識して前に抜くと、まあいいフリップ来てるんじゃないかなと思います。オーリー倒していこうと思います。今日は何回で飛べるか皆さん予想してみてください。まずね、マックスいかないで60ちょっとでやって、その後に最後に70してみます。やってしまいました。低く乗せるつもりがね、いきなりマックスで思わず乗せてしまったんで、マックスでいきなり行こうと思います。時間もあんまないしね。昨日よりね、全然いい感じなんで、次あたり飛べるんじゃないかなって信じてます。今3回中1回飛べたんで、あとちょっと飛んでみます。10回中何回飛べるかな。ラスト1回ビシッと飛んで有終の美を飾りたいと思います。10回中何回飛べたか忘れましたよし、もう時間ないんですけど、最後にトレを乗って仕事に向かいます。
事行く前に。キャッチはね微妙でしたけど、まあ時間もあんまりないんでこれで我慢します。今回もね最後までご視聴いただきありがとうございます。でこれからもねいろいろスケートボードに関することねアップしていきますんで、まだ腰痛いんですけどねずっと。でもちょっとね少しずつ遠征とかも行くんで、今月末も遠征あるんで、おっさんの練習風景だけじゃなくね、いろんなねパーク情報だったりいろんなことをアップしていきますんで、ぜひチャンネル登録お願いします。 LINE のオープンチャットもあるんでね、ぜひ活用してみてください。じゃあ最後までありがとうございます。また次回のビデオで会いましょう。バイバイ、仕事行きます。